ウイルスっていうのは何なんでしょうと、これはあの、生物なのか、生物でないのかという。質問に対して、非常に答えにくいです。長谷川でございます。えっと、この頃、あの。新型コロナウイルスのことですごく。 世の中があの騒がしくなっております。あのまた新たなタイプのウイルスが出てきたということで問題解決に向けてあの皆さん努力されているところです。であの私はその進化生物学という意味ではウイルスの進化ということも少しはいろいろあの研究者から聞いているのですが、別にウイルスの専門家ではないんですけれどもあのちょっとウイルスの話を。えー いくつかあのしてみたいと思います。で、あのウイルスっていうのは何なんでしょうとこれはあの生物なのか生物でないのかという質問に対して非常に答えにくいです。あの生物とは言えない。なぜなら細胞というあの塊がありません。で、自分で仕事をすることができない。ただし自分自身を複製するための情報は持っているというものなので、その細胞ではない袋の中に。 えー、自分自身と同じものを作るための遺伝情報が、えー、そのアーデニングアニン・シトシンチミンの AGCT のあの記号で書いてあるとでそれそれだけが入ってるものなんですねで普通は生物は細胞の中にいろいろな、えー、酵素とか ATP とかいう分子がたくさんあって自らを複製するための遺伝情報プラス、えー、その まあ工場の,あの仕組みとか工場の材料とかそういうものを持っていてエネルギーも持っているわけですですから細胞が自分自身の遺伝情報を中で複製をして自分の細胞をもう一つ作って分裂していくというようなことができると。でところがウイルスというのはそういう細胞というものを持ってないただ袋の中に複製する遺伝情報が入ってるだけなので。自分を複製ししようとしたら洗剤量 工場もなければエネルギーもないし材料もないので他の細胞がある生物の中に入り込んで,でその細胞の力を借りてというか搾取してでそして、えー、他の生物に自分の複製をさせるわけですね。でそういういいいこことととをしないと増えていくことがででできませんですの,であの生物 とは何かっていうのが細胞膜で囲まれてエネルギーやなんかの出し入れがあってということを言うと生物ではないです。ただしあの自分を複製するという生物の重要な特徴というのだけは持っているので、えー、生物と言えないこともないみたいなあの非常に難しいところですね。 なのであの、えー、肺炎菌とか大腸菌とかそういうあのいろいろな細菌類ですねあれとウイルスは全く違うということがあの大事な点ですで。ウイルスは非常に小さいですものすごく小さいのはあの普通の細胞の100分の1とか1,000分の1とかものすごく小さいので、えー、いろいろこうろ過をしてその細菌バイ菌のなんかをこう取っていたりした時代には あの、それ全部通過してしまうので、あの、発見できませんでした。で、その大きさは、あの、数十ナノメーター。 から数百ナノメーターというあの本当にあのすっごく小さいです。で構造としてはその遺伝情報がこう書かれた文字のあるところの外側を、えー、殻が覆っています。でその遺伝情報その AGCT の配列むき出しだとあの壊れてしまうのであのそれを覆う殻があります。でそれをカプシドっていうんですけどそのカプシド っていうののはタンパク質の殻で,でそのタンパク質の殻で覆われただけっていう本当に遺伝情報と、えー、タンパク質の塊あの袋っていうだけのものもありますが、えー、でこれがまあ基本なんですけどその外側にもう一つあのエンベロップというあの袋はですね別の袋があのかぶっているっていう構造のものもあります。でこのエンベロップは あの脂質油ですね油の膜があのある,あるっていうあのそういうタンパク質に囲まれたからだけのものとそれの上にエンベロープでその脂質で油で囲まれたものと二種類まあありますでそれで大事なのはやはりその遺伝情報なんですけれどもあのウイルスの遺伝情報は DNA であるか RNA であるかどっちかしかありません。 でここはあのまた普通の生物の DNA から RNA を作って自分自身のタンパク質を合成したりするあの普通の生物の過程があの重要なんですけど普通 DNA は AGCT の配列がこう二重らせんになっていてで遺伝情報がぴったり書かれてるわけですよね。でそれを、えー、一重にこうほぐしてで意味ののある方鎖から、えー、その RNA があの できてっていう,うにで RNA からタンパク質ができてっていうふうにそうなるので普通の生物は DNA とその仕事をする RNA と両方持っていますでところがウイルスっていうのはま DNA を持っているのか RNA を持っているのかどっちか一方しか持っていませんでそこもまた随分普通の生物とはあの違うんですね。 でしかも RNA が2本あるのもあれば1本だけのもあって、えー、そのすごくそういうのがあのどういう分類をするかウイルス自体をどうやって分類するかとかいうのも非常に難しい問題であの一応いろいろ分けられてますけど何々ウイルス。 群みたいにこう分けられてますけれども、あの本当にどういう関係でどういうこう起源でウイルスができてきたのかとか、それはあんまりよくわかってはいません。で、そういうその非常に単純な変わったあの複製だけをできるものなんですが、じゃあ複製するためには取り付かないといけない。そのその何かの誰かの細胞に取り付いて、そこの仕組みを利用して自分を複製させるわけですね。 でではどの生き物に取り付くかこれが極めてあの特異的というか限られてましてだからあの人にうつるウイルスと人には、えー、うつらないウイルスとかあのそれから鳥だったのが人にうつるようになったとかっていうことが言われるのはあのいろんなウイルスがあってもそれがどの生き物を利用できるかっていうのは結構限られているんですね。でそれはあの そ,のそれぞれの生き物の細胞の表面にどういうタンパク質のとか分子の突起があるかとそこにそのウイルスの表面にもいろんな突起があってそれとそれがバチッとくっつけるものしかくっつけられないのでそこが非常に 生き物ごとにその細胞のいろんな細胞の表面に出ている分子の突起が違いますので全対応できるウイルスなんていうのはいないわけです。だからどれかのどれかの細胞のどれかにあのくっつけるっていう分子を持っているとそいつに。 取り付けるることができるでそういうふうに生物の腫をどの腫に取り付けるかも極めて特異的ですしで同じあの人なら人でも腸の細胞なのかあの喉の細胞なのか目の細胞なのかとかっていうのはみんな違うので体のどこの細胞に取り付くことができるかというのも極めてあの限定された特異的になります。 でインフルエンザなんかは鼻とかあの喉の気道の,あの上皮の細胞に取り付くのであのそこしかできません。でその皮膚の表面とかそれから胃袋とかにはあの取り付けないので、えー、ですので逆に言うとインフルエンザの ウイルスが鼻のあたりにあのくっついてきてもあの飲み込んでしまえばあの胃袋にはあの取り付かないわけですね。ですのであのうがいをしてペットを出すとか飲んじゃうとかあのお茶をどんどん飲むとかっていうのはあのもし取り付いてもあのこう別の部分にあの行かせてしまえばそこに取り付くことはできないというそういう効用があるわけですね。あの特異的だっていうことはそこさえあの除けばあのあとは大丈夫という。 で、あと、ノロウイルスなんかは腸ですよね。で、あと、あの、この唇、口のあたりにプツプツできたりする単純ヘルペスウイルスっていうのもあの、この辺とか口の中とか一部の,あの細胞にしか取り付くことができません。で、ウイルスの起源というか、ウイルスが、その、複製できるので、ウイルスが最初にできたのか、それとも生物ができた後に、 あの38億年前に地球上に生物ができた後にそれを利用するウイルスができてきたのかっていうのはまあよく分かりません。で、えー、でももう有名なあの植物ウイルスはあのタバコモザイクウイルスというタバコを栽培するときにいろいろやられてしまったので。えー とても重要な病気だったので研究が進んでそれがウイルスであるとということが分かりましたでも植物にウイルスはたくさんあってお庭で植えているきれいな花なんかにも葉っぱに茶色い斑点ができてきたりとかそれから植木の葉っぱがくしゃくしゃになるようなそういうような症状といいますか出てくるとそれは大抵植物に取り付くウイルスのせいです。 で植物はあのえ自分でその動くことができませんよね。生えてしまったらそこにいるしかないと。なので動物のようにあのここにそのウイルスがいっぱいいるからよそへ行こうっていうのがなかなかできないので、あの自らの遺伝子の中に対抗する遺伝子をどんどんあの進化させて持っています。その他も魚にもいつか鯉のあのウイルスで鯉がどんどん死んでしまったのなんか話なども。 有名になりましたけどあと家畜の抗体液のウイルスというのは家畜がどんどんあのかかって死んでいくのでこれもあの産業的にあの重要な病気ですでそういうウイルスもあるしでもその家畜抗体液ウイルスっていうのはあの別に人とかほ他のものにはそんなにうつらないのであのと非常に特異的ですね。 あとはあの単細胞でいろんなことをしている。あの人間に悪さをするのはばい菌と呼ばれますが、そういう細菌類に感染しているウイルスもたくさんあって、バクテリ、オファージなどと呼ばれるものはあのそういうウイルスですね。で、ウイルスは本当にありとあらゆる生物を標的としていましてで、その細胞機能を乗っ取る。搾取して自分を。 あの増やしていくんですけど、まあ、個々のウイルスが取り付ける相手っていうのは非常に限定されています。